本日はたくさんのお客様にお越しいただき、本当に出演者の皆様方喜んでいらっしゃることと思います。でもこの会場まだご覧になっておりませんので、幕が上がった時におしゃみせを聞きながらとてもびっくりされるのではないでしょうか。先ほどお花をいただきましたけども、ホールの方にも皆様からとても綺麗なお花を頂戴いたしまして、この場を借りてお礼申し上げます。本当にありがとうございます。素敵な演奏会をお送りしたいと思います。それではオープニングは津軽ジョンガラ旧市土佐の砂山石風呂よされ節です。どうぞお楽しみください。Thank you.
々にオープニングをお届けいたしました。舞台の上のたくさんの大人のお三味奏者の中に小さいお子さんが一人お仲間に入っていたんですけども、皆様お気づきになられたでしょうか。また後ほどご紹介させていただきますね。続いての曲は鰺ヶ沢甚句です。青森県鰺ヶ沢町の民謡で盆踊りの歌です。リハーサルの時もとてもね、力強いリハーサルをお聞かせいただいたんですけれども、お衣装の方がやはり本番しか、ね、着ていただけないんですよ。私はリハーサルを見せていただいたんですけども、本番は衣装も楽しみに下手の、ね、舞台袖で見せていただいております。青森県鰺ヶ崎町の民謡で鰺ヶ沢甚句、歌は中川雅恵さんです。どうぞ。芸術文化協会のイベントや夏祭りの演奏会などで三つ鳥会の皆さんと一緒に出演されることが多くなりました。また後ほど歌っていただきますのでお楽しみください。続きましての曲はリンゴ節です。津軽富士とも呼ばれる青森県岩崎山の麓一帯に広がる弘前から五所川原にリンゴロードと呼ばれる道があり、沿線にリンゴが販売されているそうです。その中のリンゴ生産地の一つ藤崎町がリンゴの剪定のために作った曲です。従来の津軽三味線との曲とは趣の違う軽快なテンポの新しい民謡と言われております。それではご準備の方よろしかったでしょうか。はい、はい、それではリンゴ節です。お楽しみください。
リンゴ節をお聴きいただきました。はい、続きましてはコキリコ節です。コキリコ節というのは日本で一番古い民謡として言われております。富山県五箇山上梨地方で古くから伝わるものです。昔は田植えや稲刈りの間に五穀豊穣を祈り、お百姓の労をねぎらって踊る田楽法師と呼ばれる職業芸能人たちがおりました。ほきりこ節はその田楽法師たちの絵をよって発展してきたそうです。おりしも今は季節は秋となりました。今も昔も変わらない田園風景を思い浮かべていただきながらお楽しみいただきたいと思います。コキリコ節です。お楽しみください。いくね、ゆっくりごね、はい。いただきますのは藤間琴千代先生です。先月の菰野町十日祭りの盆踊り大会にもご協力いただき、また11月の菰野町芸術文化協会の舞踊コンクールにも華やかにご出演されます。そして尺八は実は後ほどギター演奏でご登場していただきます井上弘康さんという方にお願いしております。ご紹介は後ほどさせていただきますが、この黒田節の演奏では琴千代先生の強やかな舞と井上さんの一風変わった尺八にもご注目くださいませ。そして実は井上さんはギタリストでいらっしゃいましてね、尺八というのは初心者でいらっしゃいます。今回の黒田節のために実類先生から吹いてとお願いされて、お稽古時間2週間でございます。そこのところギタリストではでいらっしゃるということを頭に置いてお聞きいただけると幸いでございます。それではご準備よろしいでしょうか。黒田節です。はい、
井上さんの尺八は透明のアクリルでできていたのでピカッと光って見えませんでしたかね。はい、私も初めて見たのでびっくりしたんですけれども、本当にこれはショーでね、ちゃんと使われるきちんとした楽器なんだそうです。竹でできた尺八も趣がありますけれど、このような遊び心のある尺八でしたら、もしかしたら子どもたちが興味を持ってね、長に来てくれるかもしれないなと思いました。それでは次の曲は北海道タラ釣り船という曲です。北海道の五大民謡の一つで、タラ漁に出た漁師たちが船の上で退屈しのぎに口ずさんでいたそうです。現在ではタラ釣り節全国大会が全国各地から多く、のど自慢の方たちが集まってくるというね、とても有名なイベントと。それでは北海道タラ釣り歌です。どうぞ。Yeah.
は津軽タントムシです。タントムシはもともと北秋田地方で夜なべ仕事に藁を打つ時に歌った藁打ち歌とも呼ばれていたので、そこから来ていると言われています。藁を打ちながら作った歌、そしてお家を建てる時はね、なんかあの実機歌とか、昔からこうお仕事をしながら、それをへの忙しさとか大変さをの気を紛らわせるように歌った歌がずっと伝承されてきて、こんな素敵な楽曲になってるんだなと、私もこういう歌でね勉強させていただくんですけれども、皆様よく、皆様の方がよくご存知かと思います。それでは演奏と一緒に歌っていただきますのは、亀山市から駆けつけていただきました津軽三味線御山会の三月先生です。素晴らしい歌声にご注目ください。それではご準備よろしいですか。津軽タントムシです。どうぞ。はい。
ここで後ほど特別ゲストでね演奏していただきます小山流二代目小山貢大江元よりご挨拶をしていただきたいと思います。それでは大江元先生よろしくお願いいたします。すいません、こちらの方で、はい、すいません、いいかな、はい、すいません。本日は貢理会10周年おめでとうございます。もう会士の貢理さんは皆様がよくご存知のように大変明るく人望も厚く、なんか機嫌の悪い姿というのはあんまり見たことないんですが、あんまり見たことないというかほとんど見たことありません。いつも元気でハツラツとして地域の演奏活動、いろいろなイベントにも参加されているお話も聞いて、いつもすごいなすごいなと思ってるんですね。で、会員の方々もそういう先生の人柄の良さに惚れ込んで、また楽しく和気あいあい演奏を楽しんでると思います。今日のコンセプトであります音を楽しむということで、非常にそれを実践されているということで大変素晴らしいことだと思います。今日一日私も音を楽しませていただきたいと思います。またお客様もぜひこの一日音を楽しんでいただき、お時間の許す限り舞台の方、応援のご声援のほどよろしくお願いいたしたいと思います。簡単ですがお祝いの言葉出させていただきます。本当に今日はおめでとうございます。大江元先生ありがとうございました。はい、小山貢大江元先生は17歳より津軽三味線を学ばれ、1987年10月第2世小山流家元を襲名されました。 NHK のテレビ、BS ラジオなど民謡歌謡曲番組に出演、演歌歌手の皆さんなどの指導、レコーディングなど幅広い分野で活躍されております。津軽三味線の伝統を大切にされる一方で、これまでになかった演奏テクニックや編曲作曲をされ、新しい時代に調和する和楽器の可能性に挑戦されています。本日は東京から貢理会10周年記念公演のために駆けつけていただきました。それでは続きまして、ゲスト出演にお越しいただきました琴アンサンブルの皆さんで、小出まりさんです。演奏いたします曲は編曲春の海です。琴の代表曲である宮城道夫作曲の春の海は、世界的にも有名な琴と尺八の二重奏です。この春の海を原曲の琴のパートを生かして、尺八パートを高音元に移し、低音部の17弦を加えた厚みのある皇帝合奏の編曲となっています。春の海のさらなる魅力を琴の合奏で味わっていただければ幸いです。それではご準備よろしいですか。それでは宮城道夫作曲、野村優子編曲によります編曲春の海をお聴きください。どうぞ。Thank you.
はい。